皆さんこんにちは。こんにちは。後期戦闘佐賀の中島徹でございます。今日は後期戦闘の掲げる食料エネルギー政策についてお伝えをさせていただきたいと思います。後期戦闘では自給率アップで、国民の生命そして国家の独立を守るということを掲げさせていただいておりますと言いますのも、この日本というのは自給率が低いというそういったデメリットを持っております。そのために万が一紛争や戦争というのが起こった場合、日本は国民の生殺与奪権、国民の命を海外に委ねるということになりかねません。それだけ輸入に頼っていると、輸入を止められた場合に日本人が生活できなくなるという、そういったリスクを抱えているということでございます。ですので後期戦闘では日本の自給率、これを上げるべくこれから改革していきたいと考えております。その際に2つのテーマを掲げさせていただきます。1つは食料自給率のアップです。そしてもう1つがエネルギー自給率のアップということです。まず、食料の自給率アップについてでございますけれども、日本の食料自給率というのは、2017年の統計でございますが、38% ということで、ということは、6割は外国、海外からの輸入に依存しているということでございます。現在、アジア、アフリカでは砂漠飛びバッタといったバッタが大量発生して、いることも起こっておりますし、中国では大規模な水害が発生しているということで、これは世界的な食糧危機につながりかねない状況が今訪れております。そういった状況の中で、日本としても食料安全保障というものを強化して日本の食料自給率を上げていかなければならないと考えております。そのためにも農業に関する様々な規制というものを撤廃して自由競争を脱がす、そういった構造に変えていくべきだと思います。また農業の生産力、これを高めて食料危機が実際飢餓やまた紛争につながる、そういった要因になりますので、生産力、農業生産力を上げて世界の紛争をも日本が解決できる、そういったことを目指していきたいと考えております。また農業に最先端技術、例えばリモートセンシングや ICT、 またドローン、こういった技術を応用して、そして農業を儲かる農業へと変えることで、若者の世代をですね、この農業へと誘っていきたいと、農業に従事する方たちを増やしていきたい、そのように考えております。そして次にエネルギー自給率についてでございます。後期戦闘では日本のエネルギー自給率を現在の 9.6% から 50% へと引き上げていきたいと考えております。そのためにも原子力発電所、これを基軸として再生可能エネルギー、安定した電力供給できるものを開発していく、そういったダブルスタンダードを用いるべきだと考えております。特にこのようなエネルギー自給率が 9.6% と低い状況であると、様々な外国の要因が日本の経済、それから生活に大きく影響を与えるということでございます。イランをはじめとする中東、ここにも地雷原が、台湾海峡をはじめとする東シナ海、ここにも一つ大きな地雷原がございます。こういった中で日本のシーレーン、生命線と言われるシーレーンは非常に今危うい状況にございます。尖閣諸島にも毎日のように中国公船が訪れております。こういった中で、万が一このシーレーンを封鎖されたならば、日本に石油、石炭、ガス、化石燃料が入らなくなる、その途端にエネルギーが生み出せなくなるということになりかねません。ですので
そのためにも、国産の電力と言われるもの、純国産と言われるエネルギー、そういった原子力発電所というものもやはり今は再稼働すべきだというふうに考えております。またエネルギー源の多様化をするためにもロシアとの、エネルギー通商条約、こういったものもしっかり結んで、パイプラインをしっかり日本へと引き込む、そういったことも戦略として必要だと考えております。また今、CO2、温室効果ガスということで、地球温暖化に対するこの二酸化炭素排出を制限する、削減するということを目標を掲げておりますけれども、この地球温暖化説というのも、まあ、ある意味まだ仮説にしか過ぎません。ですので、これによって、経済が停滞するということになれば、これは、逆に中国という国の一人舞台となりかねませんので、私たち国全党としましてはやはり今は、しっかりと自給率を上げるために、淡々と産業構造を変える、技術力を上げる、そういったところに専念すべきだと考えます。そして、日本でも炭素税と言われるものを導入、これを菅首相掲げておりますけれども、まさしくこれをやると産業自体が、大きなダメージを受けて、そして日本がまたまた衰退していく、そういった状況になりかねないということでございます。ですので、炭素税については私たち公共電党は反対しております。まあ、このように、私たち公共電党では、食料そしてエネルギー、この自給率をアップさせることによって、国民の皆様の生命、そして国家の自立独立というものを守る、こういったことを掲げさせていただいております。どうか私たちの政策に共感していただき、そして理解をしていただければ幸いです。またこの国がもっともっと発展していくために私たちに翼をいただきたい、そのように、願っております。今日は公共電党の、食料そしてエネルギーの政策について訴えさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。